筑前国分寺は、福岡県太宰府市にある高野山新言宗の寺院。三号は四道光山。本尊は薬師如来。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に混流された国分寺のうち、筑前国国分寺の後継寺院にあたる。本校では、現寺院と共に、創建当時の史跡である筑前国分寺屋と、前国部屋までと、 国部画用跡についても解説する。前景手前に、回廊跡、中央右に、塔跡、奥の近道跡に、現寺院。太宰不正長跡から北西方の第一条に位置し、現在の国分寺は創建寺の掃除跡と重複する。その西方には、天寺跡が、東方には両寺の瓦を焼いた瓦原が跡が、残っている。 聖武天皇の御事乗りによる混流とされるが、創建の記録は残っていない。古くは、延暦20年に四王院から、仏像、宝具が、筑前金光明寺に移されたという記録がある元に基に、戻す。演儀式での筑前国分寺料は32,293束。その後、江戸時代中期には、寺は廃絶していた。江戸時代後期に入ると、 薬師如来を安置する道と昭安があったと文書に記されているが、これは後継の元、国分寺とみられる。その後継国分寺の歴史について、自伝では、江戸時代には、創建寺の国分寺は廃絶していたが、江戸から来た修行像が国分寺の廃絶を嘆いて昭安を結んだという。その後、元文年間、天明年間の肝心によって修復、再興が図られた。 その後、文政十年に本堂を消失、天保四年に栗が再建されたと伝える。現在の伽藍は、創建時の近堂跡に重複する。道具は、本堂、礼拝堂、観音堂、栗等を備えている。門前の八角道路は、東大寺大仏殿前の道路をモデルとして、近年に制作された。掃除跡の地域は、約192メートル四方。は、 中門、近道、坑道が直線上に配置され、中門左右から出た回廊が近道に取り付くものである。そして、その回廊内部に塔が配置される。塔を回廊の外に出す、東大寺や東国国分寺と異なる、この形式は、九州や奈良時代以前の寺に多いとされる。塔は七恵で、その十分の一の復元模型が、 多ザ府市氏文化触れ合い館の屋外に展示されている。発掘調査の結果、9世紀に、等、行動が、河原石岐壇から、ライン質味岐壇に改修され、10世紀に等が、11世紀に、行動が廃絶したと見られている。その後は、近道のみが、総動的に存続したとされる。現在は、近道跡の上に、現、国分寺が立ち、周りの行動、等、 回廊の位置が復元されている。アマデラ跡は、掃除の製法約100メートルの場所に推定される。遺構としては、掘った手柱建物や、東外角線と見られる溝等が見つかっている。また、中枢施設のものと見られる祖先1個が、南方の国部共同利用施設に、もう1個が、太宰府市役所前の庭に移設されて残っている。発掘結果から、 天寺は8世紀後半頃から9世紀後半の間であったと推定される。平成27年には国部天寺であったことの初めての仏像となる花寺名の牧書土器が見つかっている。現在は遺構の史跡整備はされていない。国部が要跡国部が要跡は、宗寺の東方に位置する河原釜の遺構。山の谷を利用して釜が築かれていたが、 江戸時代に谷はせき止められて、池になっている。かつては9基以上が確認され、うち2が調査された上で埋め戻されている。出土遺物から、奈良時代初めから、平安時代の長期にわたって使用されたと、推定されている。この窯で焼かれた瓦は、国分寺のほか、太財府成長、関禅恩寺にも運ばれたとされる。所在地若宮神,神社石祠前には祖籍。 若宮神社の森周辺筑前国分寺跡に関するカテゴリ、筑前国分アマデラ跡に関するカテゴリ、国分画用跡に関するカテゴリ、ありがとうございます。